どうもウィリアム・テンプソンです。今回はですね、前に多分前も上げてると思うんですけども、ブートブラックのハイシャインクリーナーというとてつもないダサ作の汚れ落としをですね、紹介したと思うんですけども、こちらですね、有機溶剤の他にローが入ってるんですよ。で、あの店員に聞いたら、あのローの種類は何だか分かんないって言ってたんで、あっそうってなって、つくづく使えないなと思ったんですけど。これね、ローが入ってるんでしょ。で、使った感じも、てか手に取った感じも、なんかちょっとクレムの、もうちょっと有機溶剤が多いバージョンみたいな、そういう風に見えるので、これ磨けんじゃねえかなと思って、ちょっとこのクス、ハイシャインクリーナーで磨いてみようと思います。もう屈辱的でしょうよ、このクリームからしたら。いや、俺は汚れ落としをするために生まれてきたんだと。もうこんなの屈辱は味わえという、そういう感じです。私別にド S とかそういうんじゃないですけど、もうそのくらいの罰を与えます。塗ってる感じ意外と良さそうなんだけどちょっと待って、塗ってる感じね、意外といい。なんか、なんだろう、この、ローの、そんなに多くない感じがね、ちょっといい感じがする。そして、あまり、有機溶剤がね、有機溶剤っていうか、この、石油系の有機溶剤って感じがしないんですよ。だから、意外と良さそうだな。うん。なんだろうこれ紐とか外してないんだけど、うー、なんだこれ、なんか意外と良さそうだ。ちょっとあれこれクリームだったのか。これクリームと間違えて買ってないか、これ。なんか中身間違えてない、これ。コロンブスさん、これ中身入れ間違えてないですかね。あれ、ちょっと待って、これちょっと一旦、これこっちがまだ塗ってないんで、ちょっとブラッシングします。で、ブラッシング、ちょっと忘れちゃったんで、ブラッシングする前と、した後の、比較を。ん？ブラッシングする前ってなんだ？違う、ブラッシングじゃない。表面磨きを、表面、何言ってる？クリームを塗って、ブラッシングした後の、ツヤと、塗る前のブラッシングした後のツヤ。だこれはもう、全然見えないけど、すっぴん状態のツヤなんですけど、これ。すごい光ってんな、これ。シェットラのフォックス、さすが。おぉ、いいツヤだな。これをどう超えるか。塗ってね、今、まあこっちブラッシングした程度の乾燥時間なんですけど、もう乾いてるね。で、ハンドポリッシュするとね、ツヤ出てるよ、これ。え、結構さ、ツヤ出てない？おお、へへ、出てるよ。え、ちょっと待って、これ、すごい出てる。いや、これはすごいかもしんない。なんかちょっとクレーム超えてないですか、これ。いや、じゃあこっちクレームでおっか。こっちクレーム塗りましょう。比較動画になった、いきなり。ちょっと私はあんまり比較するつもりなかったんですけど。比較動画になった。え？本当に出てない？だってもう同じぐらいってく、より出てない？うまげの時点で。出てるよね。いや、すごい。感動。感動してます。ほら、え、ちょっとますますこのクリームの価値がわからなくなってきたこれはさ、靴クリームとして売った方がいいんじゃないか。え、出てない？こっちの方がツヤ、ほら。で、そりゃそっか、まあ塗ってるわけだから、こっちがクリーム、ハイシャインクリームじゃない、クリーナー、ハイシャインクリーナー塗った方、こっちが塗ってない方、ほら、こっちの方が自然的なツヤでさ、こっちはギラッとしてるでしょ。なんかツヤの感じからするとね、ブートブラックの普通のこういうクリーム、シュークリームに似てます、ね、とりあえず似たような、こっちの方が洗浄力の強い、除去力の強いクレームで塗っていきましょう。伸びはやっぱクレームの方がいいですね。うん、そりゃそっか。こっちは、伸び、多分相当いい方だから。イングリッシュギルドもかなり伸び良かったんですけど、
ただあれはさ、乳化製でしょ。これって何製？そういえば油性クリームだ。これさ、45でしょ。1300、同じくらいなのかな、比率としては値段の。いやこれもしさ、クレームに勝ってたらさ、いいぞクリームとしてはいいぞ、うん、あ、ハンドポリシーでやっぱ出ますね。こうするとこれでクレームに勝ったら私は見直します、うん、ただ見直すけど名前変えないよって言いますこれはないぞ、アイシャインクリーナーという名前はやめた方がいいと。あの油性クリームって名前にした方がいいんじゃないですかね。ブラッシング、ちょっと乾燥がちょっといまいちしてなかったかもしれない早くやりすぎた。もうちょっと置けばよかったな。うわー、今よくわかんないけど小刃削っちゃった、爪でギって。うわー、めんどくせえなこれ。うわー、小刃はさあんまいじんなくてもいいもんだからさ、小刃塗んなくていいやみたいな、表面磨きだけすればいいかっていう風に思ったんですけど、ダメだこれ、小刃もやるような。いや、艶は出るね、クレームも。さあ、ここが決戦です。おお。うわ。ダメだ。ダメだ。クレームやっぱ強えわ。いやー、これはすげえな。もうどう見てもこれクレームの方が艶出てるでしょ。ほら、もう光って、あ、映っちゃってもほら、映っちゃってもんね、俺。こっちも映りはするけど、こっちの方が弱くないですか。ほら、こっちギラーっとしてる、うん、こうしよう。これが一番見やすいね。こっちが、ハイシャイン、ハイシャインクリーナー。こっちがクレームね。こう見るとさ、こういうツヤはこっちの方がちょっと弱いでしょ。でもちょっと触っちゃった。でもね、大差ない。意外と、うん、意外とね、その方に持っていこうとはしている。ツヤ的には全然使っても悪くない。だってそう、若干だけどね、クレームの方がほら若干強いでしょ、こっちよりは。だけどそこまで差ないでしょ。ちょっと水に強いこれ。でも油性クリームだからね、これさ、ちょっとアーティストパレットっていらないんじゃない？じゃあ油性クリーム、コロンブ付きブートブラックで油性クリームを使いたいなら、ハイシャインクリーナー使ってやればいいんじゃない？うん、なんだ、どういうこと？で、水に強いです。おいいやー、なんだかな、1300円でしょ、45でしょ、1345、20、30だから、これが30多いんですよね。30と考えると、あ、間違えちゃった、これ入んのかな、それ入んないねどうでもいい実験をしてみる。30だから700円プラスした。え、じゃあこれクレームの、あ、でも2300円になっちゃったんだっけ。多分今ね、クレームとあんま変わんないと思う、値段的に。だからまあ、あの容量を考えたり、値段と容量は 1g の差はないけど、この単品で考えるとクレームの方が高いので、クレーム買えないっていう人は試しにこっち買ってみたらどうでしょうか
くね。あ、廃車に仕上げ以外の部分には使用避けてくださいとか書いたんけど、避けなくてもいいと思います。あの廃車員部分の使用は避けた方がいいと思います。それもうゴッドファーザー終わっちゃうからっていうとにかく廃車員クリーナーはあのクレムみたいなもんだったっていう。